おはようございます。今回のコースね、なかなか眺望が開けないんですけど、駅から歩きごたえのあるコースを歩けるんでね、ぜひおすすめなんで、今のうちに高評価いただけると大変ありがたいです。それではどうぞ。青梅駅を出発していきましょう。ここがトイレですね。まずは街中を歩いていきましょう。今ちょうどね、日の出ぐらいの時間なんだけど、まあ天気はいいですね。分岐かな、長山公園通り。ああ、なんか鉄道公園とかありますね。テニスコートとか、ハイキングより楽しいところが多いみたい。で、青梅丘陵ハイキングコースがこっちですね。櫓台まで3km って書いてありますね。まだしばらく舗装されている道を歩くことになりそうですね。なんかある。よいしょ、青梅駅ここだ。今ここの辺かな。ガーッとここまで行きましょう。第一休憩所だって。よいしょ、よいしょ。あずま屋がありますね。わあ、凍ってるね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。うわあ、綺麗。よし、どんどん行きますか。なんだ、筑波山。わあ、これだ。見えるね、カメラだと。見えるかな。よし、どんどん行きますか。青梅の森まで 0.4 キロ。なんだ青梅の森って。右なのか左なのか分かんないけど、とりあえず第二休憩所へ行けば、しんどいけどまあ行けるでしょうと。こっちか、結構登るな。ここが第二休憩所かな。すごいね、駅から歩いてすぐのところにこんなとこがあるっていいですよね。こっちかな。さっきの分岐はなんか、左が正解だったみたいですね。こっちか。すげえ、
怪しい建物が。なんだこれ、なんだろう。行ってみようかな。怖いな、怒られたくないな、やめとこう。よし、こっちだ。第3休憩所って書いてあるんだ。また登るんだね。絶対巻いた方が楽だね。でも行くんだね。よいしょ。ああ、よし、休憩所だ。あれ、行き止まりなんだ。よし、戻ろう。第4休憩所だ。東屋がありますね。はあ、ちょっと遠いかな。櫓台っていうところが確かね、次あるんですよね。で、矢倉台からちょっとあの宮の平の駅に降りられたり、そこから先の山道に進めたりするはずですね。で、今はもう平らな道が続いてますけど、そこの矢倉台から先は山道になるんでね、ちょっといい運動になるかもしれませんね。トイレ、おお、トイレ、簡易トイレがあるね。で、櫓台まで 0.2km、 現在地ここですね。よし、もうすぐだね。おお、登ってる。着いたね、矢倉台休憩所。たぶんこっちから行ってもこう行けるはずだね。ですね。よし、矢倉台だ。あそこで一休憩しましょう。うわ、結構坂道がきつい。よいしょ。おお、あ、富士山がちょびっと見える。よし、休もう。よし、行きますか。青梅の駅からここまで
2時間かかってないんですけど、ここから先戦端の駅までコースタイムで3時間以上あるんですよね。そして山道でアップダウンもあるんで、まあここからが本番ですね。分岐だ日向和田ルインスオブカラカイキャッスル、なんだよくわからない英語。こっちが日向和田か。大和高原地図にここら辺に道は書いてないですね。よし登ろう。お、登ってるね。分岐だ。多分巻き道だよね。よし、この上だ。この上だ。404のピークかな。あまり変わり映えのしない道が続きそうですね。開けた。なんでここだけ？
三宝山、三宝山巻いてしまってるね。こっちだね、巻いてきちゃってる。巻き道が多いんですよね。巻いてもまたどうせ同じとこ出られるやってなったら、なんかどんどん巻いてきちゃって。よし、ちょっと一回山頂踏んできましょう。ポンポン。お疲れ様でした。なんもないね。なんもない。戻ろう。よし。次はカラカイキャッスル跡ですね。中世の山城の跡があった、山城の跡みたいですね。よし。コースタイムで40分なんで、サクッと行っちゃいますか。急に明るくなりましたね。おお、見える。どこら辺からの白い山が続いてますね。わからんね。二股尾駅、道は細いですね。でこっちだ、カラカイ城跡 0.6km で、その前になんとか峠っていうのがあるみたいですね。なんだ、鉄塔だ。なんかブーンって鳴ってる気がするけど、鉄塔の音なのかな。なんとか峠だ。なんだこれ、何峠だ、読めない。カラカイ城跡 200m、 山と高原地図だと巻き道を示してあるみたいで、この先ちょっと行ったところで二股になってるらしいんですよね。カラカイ城跡が 200m だから 100m 行かないぐらいで分岐があるはず。
カラカイ城跡、こっちか。お、カラカイ城上り口かっこ急坂 500m で本線に合流か。こっちは本線じゃないってことになってるんだね。よし、急坂らしいんで慎重に行きましょう。確かに急坂だし、道もね結構分かりにくくなって、ほらこんな岩場とかもあって、よいしょ、あーまだ結構登るね。あー道がちょっと分かりにくいね。岩が増えてきた。ここら辺ももしかしたら人の手で積んだ石かもしれないですね。でここもよいしょ、今埋まっちゃってるけど出入り口だったかもしれないですね。ほら周り全部岩だらけだもん。なんか城跡っぽくなってきましたね。カラカイ城跡、あとで読もう。石灰石の採掘によって崩れ、当時の遺構ははっきりしないか。ああ確かに黒にしちゃちょっと小さいかな。こっちの方がだいぶ崩れてますね。次どっちだ。こっちか。こっちかな。カラカイ山だ。次どっちだ。あ、こっちかな。あ、こっちですね。わあ、だいぶ下るね。カラカイ城上り口急坂、こっちが巻き道ですね。よし次最後だな。雷電山だったかな。よしサクッと行っちゃいましょう。
おお、来た。雷電山山頂ですね。おお、立派な標識。はあ、標高494、雷電山、雷電山、わからんけど、お疲れ様でした。いや、眺望が全くないわけではないね。こっちの方は景色がいいか。よし、もう最後なんで、ちゃっちゃと下って帰りましょう。よいしょ、はあ、着いた、はあ、はあ、ああ、はあ、着いた。お疲れ様でした、はあ、最後までご視聴ありがとうございました。これからもこういう動画どんどん出していきますんで、今のうちにチャンネル登録してお待ちください。それではまた次の動画で。なかなか歩き応えがある。